の皆さん、X の話です。今日はですね、僕の家に来てもらったわけですけども、今日はみんなにサービスとしてですね、メンバーそれぞれの家を、紹介していきたいなと思っております。とりあえず、まあ、僕の部屋ですけど、まあ、軽く、そんな見ちゃダメよ、軽く。まあ、僕はどういう生活してるかっていうと、まあ、とりあえず、こういう家には住んでいるんですが、まあ、ほとんど、スタジオにこもりっきりで、まあ、昼から晩まで、深夜遅くまで、レコーディングをして、ちょうどボーカル撮りなんですね今ね、ボーカル撮りをして早くみんなに届けられるように、日々頑張っています。それでは、そうですね、メンバーの家早速レッツゴー。カメラさん、あれあれ、あれヒデじゃない？あれヒデか。ヒデの姿が見えたんですけど、お、あんなとこ、あ、ヒデ、今から行くよそっちに。ちょっとですね、掃除のおばさんのガーガー聞いたからうるさいんですけど、私の声がみんなで届いてるでしょうか？届いてる？ね、届いてる。じゃあ。ベランダから、ベランダがあるんですよ。ベランダの時に出た、部屋どうなってるんですか？そう、いいじゃん。今日は皆さん、ウェルキングの方が来てます。皆さん、一応まだ合わせはしてないんですか？あの、たぶん聞いてるよ、はい、ありがとうございます。ベース弾いてる、あいつ練習でしたからね、なんかもううるさいよぐらい、もうベース弾いてんだけど、バン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 。ファミコンやってます。男の戦いの、男の戦い、朝の6時半に起きてね、練習してる。それが朝練、朝よく僕が言ってる朝練、これが朝練ですか？この体勢でやってるわけですか？どうですか？お話、ほらどうしたの？お話をちゃんとほら聞かないとかなっていつも奪われてしまう。いつも話もあるでしょうよ。そうだ、ね、の部屋です。これいいですね。相変わらずきちんと整理整頓されてますね。そうね、一言。そうですね、まあ、まだ生のステージは、ね、やってないんですけど、とりあえず今回はリングで耐えてもらって、次に縄で会いましょう。誰が来ましたね、こんな夜更けに。うわ、これはこれは、あ、パタさん、お元気ですか？どうも。こんなに大きくなってるんで、これ、どれですか？今日は特別ゲスト、特別ゲスト、小鉄くんです。小鉄くん、小鉄くん、はい、こんなことやって、今、こんなことどこかで今いる、みんな今、ほらほら、みんなほらわーって、パタって、ここら辺でさ、誰か言うとしてくれる、言うとしてくなあ、今向こうでみんな見てる、ほら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 、向こう側にいる、ほらもういるわけですよ、わーってほら、猫の手になるみたいな。楽しんでてください。どうも、その時間いまーす。ヒデさん、4人揃いましたんで、次へ向かいましょうか。え、次もう1人いないでしょ、もう1人。姫の宮殿ですか？姫の宮殿行きましょうよ。車よし、ヒデさん、車ってこれなオードレスだ、オードレスだよ、これがアメリカ、これがアメリカのオードレスだ。呼んでください、携帯で、携帯で、携帯でちょっと呼んでください。
しょうがねえ。あれそうですか、これで。ここはですね、姫の部屋なんです。部屋でございます。ここはですね、かなりの厳重なあの家でしてですね、なかなか入れません。鍵これね、下手なことやるとブーってなんか来たんですよ。私預かってます。お巡りさん、え、何番号預かってます。私の携帯これ、え、これで携帯これで開くんですか。開け、うっせぇ。水臭いです。ここは姫の部屋ですね。入った瞬間から来てますね。これ、なんすかこれ。これ本物本ですか。あの男の子本物でしょう。最近ね、始めたらしいんですよ。あ、そうなの、ね、この間聞かせてもらいました。これよくやるのはですね、曲を作ってるわけですね。ここ姫、プールまで持ってますよ。あ、例えばこの間ここであの危ないよ。この間ここであれ撮ったのよ。あのほら CD あるじゃん。あのみんなにあげる。ほらみんなで日本で撮ったじゃん。あれのよしきのインタビューを俺撮ったんだけど。誰がインタビューした？俺。何やった？でひでちゃん、よしき一体さっき電話していたんですか？この家広いですからね。広いですからね。ちょっと探してみましょう。寝室です。どうですか？コメント。って感じですかね。これで出るわけです、姫が。あ、こんなのって、こんなの。あ、そうやって出てるわけです、姫は。ファンの皆さん、一応、一緒に入りたい人もおられる。シミュレーションだけ、シミュレーションだけ。シミュレーションね。で、出てるわけや。こうやって、こうやって。ね。ありがとうございます。まあ、来いよ。こっち、ここ入れるわけで。いませんね、ばあちゃん。いないですね。どう行ったんですか、姫は。姫、知ってますか。うん、あ、知ってる。なんか見ますね。なんか見たシチュエーションですね、これ。なんかありますね、これね。うん、まあいいだろう。ひでさん、やつは飾ってあります。やつはどこでしょうかね、本当にね。ジャワジャワ言ってますね。あとは好きですから。何が。いやいや、お風呂。お風呂の音しますね。これ前回もこういうシチュエーションありませんでしたか。しませんでした。まさか同じことやるでしょ。同じネタはやらないだろ。これ今よしき、もしかしたらやつがぬん、惜しげもなく、惜しげもなく探したりを探し、なんか待ってますね。